ニュースのお時間です。小山市のニュースからです。昨晩は、自らのチャンネルで配信をされていませんでしたが、どうも、支援者の家に入り込んでいるという噂なんです。もしかしたら、真夜中の徘徊ライブの際、手荷物を持っていなかったので、すでに支援者の家に潜り込んでいたのかもしれませんね。ここで問題となってくるのは、どうも止めている人物は、生活保護者という話なんですね。 実際はどうだかわかりませんよ。税金なのに、宿泊させてよいのかという話です。一般人の見解としては、宿泊は問題ないという見解が多くあります。その一方で、少し古い事例になりますが、1994年に、おけがわクーラー事件というのもあります。生活保護者が、クーラーを買ったんですが、市役所の職員がそれを見て、おいおい、税金で何やんだとなり、 裁判を起こして、勝利。結果、生活保護者のクーラーは、取り外されたんです。ただ、その後に、猛暑から脱水症状を起こすなどの健康被害もあり、近年の猛暑などもあり、クーラーは認められるようになってきています。さらに言えば、一回だけ、いくらまでなら出してあげるって、特別措置まで設けられています。ここで、問題となるのは、税金の無駄遣いと、 見なされるかどうかです。日用品などの購入は制限もなく一定の金額内であれば問題ないとされていますが、あくまで生活保護は健康で文化的な最低限度の生活の範囲内でないといけないわけです。それが大原則なんですね。例えば年に一回くらい友人が遊びに来て盛り上がって帰れなくなり止まった。これは年齢にもよりますが、 文化的の範囲であり、うっかりで問題ないと判断されると思います。親族が、ボンクレに泊まりに来た。これも、文化的の範囲になりますよね。正月や、お盆に親族と関係を持つなってのも、酷な話ですし、これを否定したら、日本の文化を否定していることと、同義だって批判も起きる可能性が出てきますので、問題視されにくいですが、日数が多いと、注意はされるかもしれません。 その反面、知人を家に数日間住まわせた。クーラーが没収されるくらいですので、さすがに、水道高熱費を考えたら、二日、三日を超えたら問題視されてくる可能性が出てきます。これが、一週間となれば、問題でしょう。一ヶ月となれば、完全にアウト。じゃあ、止まっている奴が自ら申請しろってなってくると思われます。本来なら、 クーラーすら没収されるくらい厳しいもんですからね。では、泊まっている人が生活保護者になるステップをご紹介いたします。まずは、支援センターを紹介してらい、そこで就労準備をします。もし、そこで、傷病などで働けないと判断されれば、一定期間後に施設を転々としながら生活保護の申請をしていく感じだと思われます。まあ、現段階では、 本当に生活保護者の家に上がり込んでいるのかもわかりませんし、真実は不明となっております。では、チャンネル登録お願いします。